バイエルンの FW トーマス・ミュラーが UEFA チャンピオンズリーグ、欧州 CL で新記録を打ち立てた。17日に開催された欧州 CL リーグフェーズ第一節でディナモザグレブをホームに迎えたバイエルン。前半19分に FW ハリーケインの PK で先制すると、後半16までに5対2とリードを奪う。すると、23分。 ベンチスタートとなっていたミュラーがピッチへと送り込まれた。データサイト、オクタによると、この試合はミュラーにとって、欧州 CL 通算152試合目の出場となり、単一クラブでの最多出場記録を更新することに。これまでは、シャビエルナンデス氏、バルセロナ、と151試合で並んでいた。欧州 CL の出場数ランキングでは FW カリムベンゼマ、リオン、 アールマドリーに並び4位タイとなっている。なお、最多出場は FW クリスティアーノ・ロナウド、マンチェスター、U、アールマドリー、ユベントスの183試合。2位はイケルカシージャス氏、アールマドリー、ポルトの177試合。3位は FW リオネル・メッシ、バルセロナ、パリ SG の163試合と続いている。試合は、 その後も攻撃の手を緩めなかったバイエルンが4点を加点し、9対2で対勝した。